それでは映画評論家町山智博さん、今週もアメリカカリフォルニア州バークレーからお電話です。もしもし町山さん。もしもし。はい、町山です。聞こえますか？はい、聞こえます。あ、よかった、うん、さっき切れたんでびっくりしました。そうだったんですね。大丈夫です、全然問題ございません、はい、今日町山さんが紹介してくださる映画はね、もう私も見たいなと思ってた映画ですよ、はい、あ、そうですか。もうじき公開ですもんね、うんうん、えもうじき日本でも来週ぐらいの公開なんですよ確か、うん、今日のやつ。あ、そうなんですね、はい、あ、5月27日です。そうです、楽しみです。はい、はい、すいません、間に合いました、はい、よかった。マイケル・ムーアの、うん、世界侵略のすすめというタイトルの映画です。はい、でこのマイケル・ムーアっていう人は日本でも、まあ、あ、まあ世界一有名なあのドキュメンタリー映画作家ですね。はい、はい、でこの人は一番当たった映画は華氏911という2004年の映画で、はい、はい、その当時2004年当時にですね、あのブッシュ大統領がやってたですね、イラク戦争に真っ向から反対した、ドキュメンタリーだったんですけど、うん、これ世界のドキュメンタリー映画史上最大のヒットになりましたね、うん、あ、しかも面白かったですね、はい、そうですね、うん、ただ当時は賛否両論だったんですよ、うん、日本でもアメリカでもね、うん、あ、そうなんですか。つまり戦争をやってる最中だったのと、はい、あのイラク戦争は正しいって言ってる人たちが多かったんですよ、うんうん、そういう論調が日本でも結構あってですね、はっきりと産経新聞ですが、はい、でも実際はイラクはその911テロとかですね、うん、あと大量破壊兵器っていうその戦争の理由自体が後で否定されてですね、はい、嘘だったと、うん、でしかもその10年以上経った今でも泥沼が続いてるんで完全に間違った戦争だったんですね、うん、で、まあ、マイケルムは正しかったわけですけども、これに関しては、はい、ただ正しくない方が良かったですけどね。そうですね、内容いや本当に悪い結果になっちゃったわけですけども、うんうん、で今回マイケルムアがこの映画のタイトルがですね、まあ、世界侵略のすすめっていうタイトルなんですが、うん、世界侵略関係ないですねこの映画ね。中身関係ない、関係ないんですよこれ、うん、あのマイケル・ムーアが世界中のいろんな国に行って、その国のですね、税金がどういうふうに使われてるかっていうのを見て回るという映画なんですね。はい、だからまず最初にイタリアに行くんですけれども、まあ、そこでは税金というわけでもないんですけど、まあ、労働状況を見るんですね、うん、イタリアはね大体もうまあ、1日8時間以上絶対労働しないんですよ。はいはい。それで昼休みが2時間もあってお家帰ってご飯食べて、うん、で国が定めた最低の有給休暇が35日間あって。35日。そうで外国行ったりいろいろできてですね、うん、はい、であと子供ができたら2週間とか休めて、うん、あの男の人でもね、はい、有給で、うん、であの1年に8週間休みがあるとかね、そういった状況が、まあ、見せられるんですけども、うん、アメリカって国が定めて有給休暇がないんですよ。あ、そうなんだ。ないんですね。そう、日本もあるけども使われてないですね。はいはいはい。でそういうのを見せていくんですよ、うん、でそのなぜこういう映画を作るマイケル・ムーアが作らなきゃならなかったかっていうのはね、分からないと思うんですね、これただ見た人は、うん、これね、日本だと日本の人ってよくフランスではこうだよとかアメリカではこうだよって言われると、あ、じゃあ日本は遅れてるな、なんとかしなきゃと思いますよね、はい、そういう人多いですけども、うん、いわゆる出羽の神みたいなね、なんとか出羽ってやつですけど、うん、アメリカ人はそういうことが全くないんですよ。外国で何があっても気にしないんですね。あ、もう、あ、そういう考え方、うん、はい、それマイケル・ムーア自身がですね、2007年にしっこというドキュメンタリー映画を作ったんですね、はいはい、しっこってのは病気って意味なんですけど、おしっこじゃなくて、うん、はい、その映画の内容はアメリカ以外の国には大抵国民健康保険、うん、国民医療保険があるんですよっていうふうにアメリカ人に教える映画だったんですよ、うん、日本にもありますよね国民健康保険が、はい、アメリカにはこの間までなかったんですよ。そうですよね、うん、だから虫歯だけでも大変と言いますもんね。貧乏な人は病気、そうなんですよ、貧乏な人は病気になるとそのまま死んでいくだけだったんですけど、うんうん、でそのオバマ大統領が2010年にすごい戦いの果てにですね、やっと国民全員に医療保険を与えられるその法律を作ったんですけども、その前に作られたのはそのマイケル・ムーアの執行だったんですね、うんうんうん、
もその共和党は今でもそれを撤廃するって言ってるんですよ。はい、うん、それで初めて医療保険を持った人から奪い取ろうって言ってるんですけども、でその理由は国が国民にその医療保険を与えるっていうのは共産主義だっていうふうに言ってるんですよ。でそれにオバマ大統領がいや健康保険共産主義と関係なくて世界中どこにでもあるからって言っても聞かないんですね、みんなアメリカ人は。でそう言っても他の国のことなんか知るかって言うんですよ。なぜならばアメリカは特別だと、世界一グレートな国だから他の国の真似なんかしないと、他の国は劣ってるからって言うんですよ、アメリカ人は。自信はすごいあるんですね。それはね、アメリカ独特の例外主義っていうエクセプショナリズムって言われる独特の考え方なんですね。それはアメリカは神に訳され、神が我々に与えたその約束の地で最終的なゴールだから、それ以上の先はないって考え方なんですよ。非常に宗教的な考え方なんです、アメリカ最高っていうのは。はい、で、まあ、アメリカ人って一緒の間に海外旅行に行く人が2割ぐらいしかいないんで、外国に興味が基本的にないんです ね、 そうなんですね、うん、はい、で、マイケル・ムーアはそのこの世界侵略の進めって映画はそれをまあ医療保険以外にも広めて、いろんな分野に広げて、その他の国ではどういう生活が行われているのかってことをアメリカ人に教えるというドキュメンタリーなんです。はあ、なるほど。はい、だからそれを日本人が見る意味っていうのもまた別にあるんで、それをまあ考えた方がいいと思うんですけど、はい、例えばフランスに行くと、フランスの給食っていうのは栄養士が普通のなんていうか、もう本当に栄養のバランスを取れた料理を出していると、はい、当たり前のように聞こえますけど、はい、僕は前この玉結びで話したんですけど、アメリカの場合には栄養士がそのアメリカのジャンクフードをの大手に、まあ、お金をもらってるから、はい、ジャンクフードを入れてるって話しましたよね。はいはいはい。それでミシェル・オバマ大統領夫人が何とかそれを改善しようとしてるんだけれども、うん、ジャンクフード会社はその改善事業にお金をぶち込んじゃうから改善できないって話もしましたけども、はいはい、はい、それとか、あとフィンランドはまあ、世界一勉強ができるらしいんですよ、子供たちの。ね、で英語が話せるのが当たり前で全員で英語喋ってるんですけども、うん、これ日本以外のアジアもほとんどそうですけどね。あ、そうですよね、うん、確かに皆さんアジア行かれて分かったと思いますけど、はい、大学出てる人は全員英語喋れますね、日本以外の国はね。確かそうだ、はい。で、まあ、そういう問題なんですけども、うん、アメリカではその現在ですね、国民の 29% の子供 29% が親よりも学歴が低くなってるんですよ。へえ。親は大学に行けたのに子供は大学に行けないっていうのは 29% 国民の3分の1ぐらいになってるんですよ。へえ。それとか、あとマイケル・ムーアはポルトガルに行くんですね、はい、でポルトガルでは15年ぐらい前にですね、その、覚醒剤とか麻薬とかマリファナとか一切の薬物使用を個人的な所持とか使用では一切罪に問わないっていうことにしたんですよ。やり放題です、はい、ポルトガルで。これでどうなったかというと、まずその、まあ、アメリカも日本もそうなんですけども、その犯罪のかなり多くの割合が覚醒剤か麻薬使用なんですよね。刑務所に入ってる人の女性とかは覚醒剤使用がすごく多いんですよ、うん、その分の裁判費用とか警察の費用とか刑務所の費用が一切ゼロになりましたね、これでポルトガルは。ああ、そうか、はい、で、アメリカなんかも本当に麻薬の、その、まあ、犯罪がもうトップなんで、その警察、税金がその刑務所で彼らのために使われてる状態なんですよ、ほとんど。だからアメリカで大麻を解禁しようってのは、まずそれを、まあ、その部分の税金をカットするってことがあるんですね。で、もう一つは、ポルトガルではその覚醒剤とか麻薬をの個人所有と所持を一切罪に問わなくなったおかげで、薬物の使用者が激減したんですよ。え？薬物中毒患者が激減したんです。うん、なんか、ね、自由だから逆なイメージありますけど。いや、別に誰にでも行ってもいいことだから、病院にみんな行くようになったからです。ああ、そっか。犯罪ってことだと、大っぴらにできないから治療しないんですよ、誰も。はあ。捕まっちゃうから。すごく逆転の発想ですけど、結果良かったんですね。そうだから捕まえないってことにしたから、みんな普通に治療するし、家族にも相談するし、うん、大っぴらだからみんな治療するし、監視するし、
だから麻薬患者、覚醒剤中毒がもう激減したんです。へえ、はい。それとかあとノルウェーではその死刑が完全に廃止なんですね、はい。で殺人を犯してもその無期懲役もないんですよ、うん。その代わり刑務所ではその罰を与えるんじゃなくて、シャバに出た後にどうやって働くかって、その後の生活とか社会に復帰することだけ徹底的にやるんですよ。え、だから出るとすぐに働いて社会に溶け込めるんで、再犯率がわずか2割なんですね。あ、でもそれはいいですね。そういうこと、いいことですね、はい。でもアメリカの場合は再犯率はなんと8割なんです。ちょっと高いな。そう、刑務所に 入れば入るほど犯罪者になるんですけど、これはまず最大の理由が刑務所を民営化してるからです。あ、経費削減でもって、うん、その刑務所を民営化したために刑務所はただ閉じ込めるだけの施設になっちゃってるんですよ。だから出た後何もできないし、生活力がなくなっちゃうんでまた犯罪を繰り返すんですよ。そこ犯罪するしかなくなっちゃうんだ、うん、出た。そうだ、例えば、まあ、麻薬にしてもそうだけども、その麻薬をやってる原因とかそういったものを究明していって、それを潰していくっていうことをするんですね、北欧では、うんうん。でもアメリカの場合には、まあ、日本もそうですが、刑務所に入れて、はい、それだけですよ。その原因を追及して一人一人に対してカウンセリングを行ったりしないわけですよ、うん。で、まあ、そういう事態になってて、あとアイスランドに行きます、マイケルムは次、はい。でアイスランドはそのご存知の通り、そのサブプライムローンの時にあの、金融破綻に巻き込まれて財政が破綻しましたよね、国ね。現在立ち直ってるらしいんですよ。で立ち直ってる最大の理由はその、まあ、閣僚たちを全部入れ替えたとかもあるんですけども、一番大きかったのはそのギャンブル的な投資をやったやつら全員刑務所にぶち込んだんです。へー。ところがそのサブプライムローンの破綻自体を引き起こしたアメリカの金融関係者誰一人起訴もされてないんですよ。あー、だからまたやるでしょう。違いますね。そうで、だからこれはアメリカの人のために作ってるんですけど、マイケル・ムーアは、うん、アメリカはなんてひどいことになってるんだと、うん、外国に比べたらね、うん。ただ面白いのはそこでマイケル・ムーアがいろんな人たちに取材するわけですよ、刑務所の人とか学校の先生とかに、はい。とみんな言うのは、私たちはアメリカをお手本にしてこういった改革を成し遂げてきたんですよって言うんですよ、うん。で逆にマイケルもアメリカにはこんなもんないですよって言うとみんなびっくりするんですよ。えっつって、へアメリカがお手本だったのにって言うんですよ、うん。っていうのも世界最初 その国民の平等を成し遂げた世界最初の民主主義国家っていうのはアメリカなんですよね、うん、はい、はい。独立宣言をした時にその全ての人間は生まれながらにして平等であると宣言をして、 それはもう画期的なことだったんですね、うん。その頃ヨーロッパでは貴族は貴族でお金持ちで、それがもう大勢 その貧しい人たちを奴隷のように使ってて君臨してて、それで、まあ、貧しい人に生まれたら農民に生まれたら一生農民しかないっていう世の中だったのに、ヨーロッパでは、アメリカでは誰でも自由にその好きなものになれるし、うん、っていう国を作ったわけですよね。そうですね。でヨーロッパからこうアメリカに農民の子でも大統領になれると、うん、はい、そうなんですけど、うん。でそこから世界10年やっと民主主義始まったのに、アメリカは今一番出遅れてるわけですよ。本当ですね。出遅れじゃない、で出だしは早かったんだけど、うん、どんどん遅れちゃったんですね。ね、でも法律学校っていうのを世界で最初に作ったのもアメリカなんですよ、うん。死刑を最初に廃止したのもアメリカなんですよ、うん。婦人参政権もアメリカで最初に実現してるんですよ、ワイオミングで。そうだから、なんかやっぱ人権っていうイメージがすごく強いですけど、うん、それは正しいんですよ。アメリカはずっとリベラリズム、自由主義、人権の国だったんですよ、ずっと、はい。でだから1968年までその、まあ、人権重視の福祉国家だったんですよ、アメリカはずっと、うんうんうん。でそれは1930年から始まった、その1930年にその大恐慌が起こって、要するにバブルが崩壊したんですね、はい。で民主党 そのルーズベルト大統領が、政権を取った時に、あまりにもバブルがひどかったんで、これは金持ちが暴走してるわけで、金融関係が、うん。それをコントロールして、その金持ちに集中したその財産富を、税金で、まあ、徴収して、それを貧しい人たちに再分配して、うん、そのなんていうか仕切り直しをしようとしたんですね、はい。
それを仕切り直しっていうのの英語の訳でですね、ニューディールって言うんですけど、ニューディール政策を始めたんです。はい。はい。はい、で、これが1968年まで、だから38年ぐらいまで続く、8年間続くんですよ、アメリカで。ニューディールが。で、いわゆるリベラルっていう言葉がありますけど、リベラルっていうのはそのニューディールに対して賛成っていうのをリベラルっていう意味なんですね、うんうん、アメリカ的には。うん、で、日本はその戦後、このニューディール主義、リベラリズムのもとに日本の戦後っていうのは、始まったんですよ。うんうん、自民党ってもともと自由党、リベラルパーティーから発生してるんですよ。そうですね、うん、そう名前から言うとそうですね。日本も戦後はリベラリズムで自由主義だったんですよ、うんうん、でもそれが、まあ、1980年から新自由主義っていうネオリベラリズムっていうのに変わるんですよね、うんはい、で その時にそれをやったのがその共和党のロナルド・レーガン大統領なんですけれども、うんうん、そのネオリベラリズムっていうのは、まあ、基本的にはその、経済を国がコントロールしたり、国が福祉を国民に与えたりすることは国民の自由を奪うことなんだという考え方なんですよ、うん、で国の力とかその福祉を小さくすることでその実力重視 その競争社会、自由主義競争を、まあ、加速しようという考え方なんですね、はいはい、そうするとこれが成功したという形でいわゆるレーガノミクスという形でその企業とか利益をどんどん上げていったんですけれども、うん、これは何が それを実現したかというと、まず人員削減をガンガンやると、うん、で効率化をすると、うん、それと企業がどん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 大きい企業が小さい企業をこう乗っ取っていくのを儲けにすると、うん、つまり規制をしないということなんですね、うんうん、企業の自由な行動に対して、うんうん、これ弱肉強食の世界になっちゃったんです。そうですね、規制しないっていうと言葉はあれですけど、守ってもらえないっていう逆を見るとね、国が守らないってことですね、はい、でもそのレーガン大統領はその福祉をその福祉に頼っている人間っていうのはその規制中なんだってことを言ったんですよね。え、そこまで。それは恥ずかしいことなんだと、うん、いうふうに言って、福祉を受けること自体が恥ずかしいって気持ちをその非常に人々に植え付けていったんですよ。でその一方でそのずっとそのレーガン政権から始まったその、まあ、ずっとこの後2010年 あのブッシュ政権まで続きますけど、現在まで続いてますけど、あの共和党はずっと議会を基本的に支配してますからね、うんうん、あの民主党の人が大統領になっても基本的に議会があの共和党に支配されると変わらないわけですけれども、彼らがやった一番大きなこと、最も大きなことっていうのは金持ちの所得税を減税したことなんですよ。うわー、そのニューディール時代っていうのは大金持ちの所得税率っていうのは最高9割だったんですよ、うん、でレーガン大統領があの大統領になる直前の1980年のもう7割だったんですよ、うん、それを3割まで落としたんですよ。ずいぶん抑えたんですね。そしたらどうなると思います？それはもうどんどん差が広がりますね。格差が異常に広がっていくわけですよ、うんうん、金持ちと貧乏人の、うん、でしかも公共事業をカットしたんですね、うん、あのニューディール政策の一番大きかったのはその橋を整備したり、うん、ハイウェイを作ったりしてそのアメリカっていう国を整えていったわけですよ、はい、いろんなものを作って、はい、それはそのレーガン政権になってからやらなくなったんです、公共事業ってのは、うん、だからアメリカにあるその橋とかその道路とかの多くは1930年代、40年代、50年代に作られたものが未だにあるんですよ。だから時々落ちるんですよ、うん、でもカットしちゃったから、あの減税しちゃったから金持ちの、うん、お金ないですもんね、うん、で出てきたのがドナルド・トランプなんですよ。お、ここに、うん、ドナルド・トランプってその右派だと思われてるけど、実は国内政策は完全に左派なんですよ。へえ、共和党がやってきたことと全部逆にやろうとしてるんですよ。へ、例えば国民医療保険もオバマケア自体はその負担が大きいから変えるけれども、国民医療保険は続行すると、新しいやり方で続行するってトランプは言ってるんですよ、うん、もっといいものにね、うんうん、はい、でその共和党はソーシャルセキュリティという年金制度もその
民営化しようって言ってんだけど、ソーシャルセキュリティ、年金制度にも手をつけないってトランプは言ってて、で共和党が言ってるその老齢者医療保険、まあ、老齢者、まあ、医療補助も、手をつけないと、共和党はそれを撤廃しようって言ってるわけですけど、民営化しようとか、それもトランプは維持するって言ってるんですよ。あれ？だから民主党のほとんどなんていうか主張と同じなんですよ、でさらに公共事業も行うって言ってるんですよ。ね、でさらに日本車とか海外からのものに 38% 税金かけるって言ってるんですよ。あ、そうですね、そうですね、はい、これ民主党の保護貿易なんですよ。そうだ、PPP にも反対なんですよ、トランプは。うわ、そうですね、ね、でさらに最近は富裕層に対しても増税するって言い出しました。あ、そうですか。はい、これ全部はいわゆる白人ブルーカラー、その低所得者層の票を取ることができますよね、これでね。そうですね、政策変えてるんですよ。あれ、割といい政策じゃないですか、今の聞くとね、うん、そうです、貧しい人たちの向けの政策です。要するに共和党が取り落としてた部分なんですよ、うんうん、ずっと貧しい人たちは我慢して共和党に、自分たちが不利になる共和党に投票し続けてたんですね、うん、キリスト教を守ってくれるから、なるほど、白人を守ってくれるから、銃を持つ権利を守ってくれるから。でもどんどん貧乏になってて、その金持ちばっかり得する政策ばっかり通されてたんですけど、トランプが出てきました。はい、あなたたちは今まで共和党に騙されてました、言っちゃったんです。へー、だからこっそりトランプ持ってきますよ。ああ、そっか。以前町山さんがね、トランプさんもしかしたら民主党からの刺客かもしれないっておっしゃってましたけど、はい、もう民主党よりそんなに寄ってるんですね、はい、これだからね、マイケル・ムーアは最近のインタビューで、トランプは今このままの政策、要するに、まあ、貧乏な人を救済する 方向に持っていったら、うん、サンダースの票を取っていくだろうって言ってるんですよ。ん、サンダースさんの票、サンダースさん、ね、そうか、サンダースさんもそうですよね。この福祉策はほとんどサンダースさんと変わらないんですよ、実は。そうだ、サンダースさんもだってウォールストリートからの金をあの学生にって言ってもね、うん、そう、反ウォールストリートで福祉あのなんか優先だから、うん、そうだ。でしかもその自動車に税金かけるわけですよ、日本の自動車に、はい、国内の。さあデトロイトとかミシガンとか民主党が徹底的に強かったところ持ってきますよ。おデトロイトとかオハイオとか、だってデトロイトオハイオを取ったら、はい、勝ちますからね、大統領選。うわ、じゃあ本当にトランプの可能性は結構出てきてるんですね。あるんですよ、マイケル・ムーア自身はサンダース支持なんですけども、サンダース その福祉政策をトランプが持ってこうとしちゃってるから、うわ、だからこれはすごいことになってるなと思いますけど、まあ、この映画を見ると、世界戦略の侵略の進みを見ると、あのアメリカ自体が抱えているその福祉で、その一番進んでた国がどんどんダメになっていってる現状も分かるし、うんうん、日本はずっとアメリカを目標としてきたけど、それでいいのかなということですよね。そう、国が強くなればいい、国が金持ちになれば GDP が一番になれば、 GDP が一番になればいいと思ってるけど、そうじゃなくて一人一人の国民が幸せかどうかで国の良し悪しは判断されるべきじゃないかっていう映画ですね。なるほど。そうか、レーガンさんの前と後でそんなに違うんですね。その前の印象が強すぎたんだね、アメリカのね。そうなんです、アメリカのいい印象って実はその前のアメリカなんですよ。そうなんですね、人権の国、自由の国、アメリカっていうのはね。そうか、はい、これは今のこう世界状況が見えてきて、うん、ね、はい、面白い。日本はずっとアメリカを尊敬してきたけども、それはその戦後しばらく そのアメリカなんですよね、うん、リベラルだった頃、うん、今もついてってるけど、それでいいのか。なるほど、ね、はい、国の本当の豊かさはどこで測るべきかっていうことが考え、まあ、させられると思います、はい、うん、今日は日本でも5月27日から公開されるマイケル・ムーアの世界侵略のすすめをご紹介いただきました。町山さん、ありがとうございます。ありがとうございました。来週は日本に戻って来られるということで、はい、スタジオで来週お待ちしております。待ってます。よろしくお願いします。はい、お願いします。の元に日本の戦後というのはあの始まったんですよ、うんうん、自民党ってもともと自由党リベラルパーティーから発生してるんですよ。そうですね、うん、そう、名前から言うとそうですね。日本も戦後はリベラリズムで自由主義だったんですよ、うん、でもそれが、まあ、1980年から新自由主義っていうネオリベラリズムっていうものに変わるんですよね、うん、はい、で その時にそれをやったのはその共和党のロナルド・レーガン大統領なんですけれども、うんうん、
そのネオリバリアリズムっていうのは、まあ、基本的にはその、経済を国がコントロールしたり、国が福祉を国民に与えたりすることは国民の自由を奪うことなんだという考え方なんですよ。で、国の力とかその福祉を小さくすることで、その実力重視 の、 その競争社会、自由主義競争を、まあ、加速しようという考え方なんですね。はいはい。そうすると、これが成功したという形で、いわゆるレーガンのミックスという形で、その企業とか利益をどんどん上げていったんですけれども、うん、これは何が その、それを実現したかというと、まず人員削減をガンガンやると、うん、で効率化をすると、うん、それと企業がどん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 大きい企業が小さい企業をこう乗っ取っていくのも OK にすると、うん、つまり規制をしないってことなんですね、うんうん、企業の自由な行動に対して、うんうん、これ弱肉強食の世界になっちゃった。そうですね、規制しないっていうと言葉あれですけど、守ってもらえないっていう逆を見るとね、国が守らないってことですね、はい、でもそのレーガン大統領はその福祉を、その福祉に頼っている人間っていうのはその規制中なんだってことを言ったんですよね。え、そこまで。それは恥ずかしいことなんだと、うん、いうふうに言って、福祉を受けること自体が恥ずかしいって気持ちをその非常に人々に植え付けていったんですよ。でその一方で、そのずっとそのレーガン政権から始まった、その、まあ、ずっとこの後2010年 の、 あのブッシュ政権まで続きますけど、現在まで続いてますけど、あの共和党はずっと議会を基本的に支配してますからね、うんうん、あの民主党の人が大統領になっても基本的に議会があの共和党に支配されると変わらないわけですけれども、彼らがやった一番大きなこと、最も大きなことっていうのは、金持ちの所得税を減税したことなんですよ。うわ、そのニューディール時代っていうのは、金も大金持ちの所得税率っていうのは最高9割だったんですよ、うん、でレーガン大統領がだあの大統領になる直前の1980年のもう7割だったんですよ、うん、それを3割まで落としたんですよ。ずいぶん抑えたんですね。さあどうなると思います？それはもうどんどん差が広がりますね。格差が異常に広がっていくわけですよ、うんうん、金持ちと貧乏人の、うん、でしかも公共事業をカットしたんですね、うん、あのニューディール政策の一番大きかったのは、その橋を整備したり、うん、ハイウェイを作ったりして、そのアメリカっていう国を整えていったわけですよ、はい、いろんなものを作って、はい、それはそのレーガン政権になってからやらなくなったんです、公共事業ってのは、うん、だからアメリカにあるその橋とかその道路とかの多くは1930年代、40年代、50年代に作られたものが未だにあるんですよ。だから時々落ちるんですよ、うん、でもカットしちゃったから、あの減税しちゃったから、金持ちに、うん、お金ないですもんね、うん、で出てきたのがドナルド・トランプなんですよ。おで、まあ、そういう事態になってて、あとアイスランドに行きます、マイケルムは次、はい、でアイスランドはそのご存知の通り、そのサブプライムローンの時にあの金融破綻に巻き込まれて財政が破綻しましたよね、国ね現在立ち直ってるらしいんですよ。で立ち直ってる最大の理由はその、まあ、閣僚たちを全部入れ替えたとかもあるんですけども、一番大きかったのはそのギャンブル的な投資をやったやつら全員刑務所にぶち込んだんです。へところがそのサブプライムローンの破綻自体を引き起こしたアメリカの金融関係者誰一人起訴もされてないんですよ。あ、だからまたやるでしょう。違いますね。そうで、だからこれはアメリカの人のために作ってるんですけど、マイケル・ムーアは、うん、アメリカはなんてひどいことになってるんだと、うん、外国に比べたらね、うん、ただ面白いのはそこでマイケル・ムーアがいろんな人たちに取材するわけですよ、刑務所の人とか学校の先生とかに、はい、とみんな言うのは、私たちはアメリカをお手本にしてこういった改革を成し遂げてきたんですよって言うんですよ、うん、で逆にマイケルもアメリカにはこんなもんないですよって言うとみんなびっくりするんですよ。えーっつって、アメリカがお手本だったのにって言うんですよ、うん、っていうのも世界最初 の、 その国民の平等を成し遂げた世界最初の民主主義国家っていうのはアメリカなんですよね、はい、はい、独立宣言をしたときにその全ての人間は生まれながらにして平等であると宣言をして、 そうですね、それはもう画期的なことだったんですね、うん、そ
その頃ヨーロッパでは貴族は貴族でお金持ちで、それがもう大勢のその貧しい人たちを奴隷のように使ってて、君臨してて、で、まあ貧しい人に生まれたら、農民に生まれたら一生農民しかないっていう世の中だったのに、ヨーロッパでは。アメリカでは誰でも自由にその好きなものになれるし、っていう国を作ったわけですよね。そうですね。ヨーロッパからこうアメリカに農民の子でも大統領になれると。はい。そうなんですけど、でそこから世界10年やっと民主主義始まったのに、アメリカは今一番出遅れてるわけですよ。本当ですね。出遅れじゃないです。出だしは早かったんだけど、どんどん遅れちゃったんですね。ね。でも、法律学校っていうのを世界で最初に作ったのもアメリカなんですよ。死刑を最初に廃止したのもアメリカなんですよ。婦人参政権もアメリカで最初に実現してるんですよ、ワイオミングで。そう、だからなんかやっぱ人権っていうイメージがすごく強いですけど、それは正しいんですよ。アメリカはずっとリベラリズム、自由主義、人権の国だったんですよ、ずっと。で、だから、1968年まで、まあ、人権重視の福祉国家だったんですよ、アメリカはずっと。で、それは1930年から始まった、その1930年にその大恐慌が起こって、要するにバブルが崩壊したんですね。はい。で、民主党のその、ルーズベルト大統領が、政権を取ったときに、あまりにも、バブルがひどかったんで、これは金持ちが暴走してるわけで、金融関係が、それをコントロールして、その金持ちに集中したその財産富を、税金で、まあ、徴収して、それを貧しい人たちに再分配して、そのなんていうか仕切り直しをしようとしたんですね、はい、それを仕切り直しっていうのの英語の訳でですね、ニューディールって言うんですけど、ニューディール政策を始めたんです。はい、はいはい。で、これが1968年まで、だから38年ぐらいまで続く、8年間続くんですよ、アメリカで。ニューディールが。で、いわゆるリベラルっていう言葉がありますけど、リベラルっていうのはそのニューディールに対して賛成っていうのをリベラルっていう意味なんですね、アメリカ的には。で、日本はその戦後、このニューディール主義、リベラリズム、フランスではこうだよとか、アメリカではこうだよって言われると、あ、じゃあ日本は遅れてるな、なんとかしなきゃと思いますよね。はい。そういう人多いですけども、いわゆる出羽の神みたいなね、なんとか出羽ってやつですけど、アメリカ人はそういうことが全くないんですよ。外国で何があっても気にしないんですね。ああ、もう。あ、そういう考え方。はい。それから、マイケル・ムーア自身がですね、2007年にしっこというドキュメンタリー映画を作ったんですね。はいはい、しっこってのは病気って意味なんですけど、おしっこじゃなくて。はい。その映画の内容は、アメリカ以外の国には大抵国民健康保険、国民医療保険があるんですよっていうふうにアメリカ人に教える映画だったんですよ。日本にもありますよね、国民健康保険が、はいはい、アメリカにはこの間までなかったんですよ。そうですよね。だから虫歯だけでも大変と言いますもんね。貧乏な人は病気、そうなんですよ。貧乏な人は病気になるとそのまま死んでいくだけだったんですけど、でそのオバマ大統領が2010年にすごい戦いの果てにですね、やっと国民全員に医療保険を与えられるその法律を作ったんですけども、その前に作られたのはそのマイケル・ムーアの執行だったんですね。でもその共和党は今でもそれを撤廃するって言ってるんですよ。それで初めて医療保険を持った人から奪い取ろうって言ってるんですけども、でその理由は国が国民にその医療保険を与えるっていうのは共産主義だっていうふうに言ってるんですよ。でそれにオバマ大統領がいや健康保険共産主義と関係なくて世界中どこにでもあるからって言っても、聞かないんですね、みんなアメリカ人は。でそう言っても他の国のことなんか知るかって言うんですよ。なぜならばアメリカは特別だと、世界一グレートな国だから他の国の真似なんかしないと、他の国は劣ってるからって言うんですよ、アメリカ人は。自信はすごいあるんですね。それはね、アメリカ独特の例外主義っていうエクセプショナリズムって言われる独特の考え方なんですね。それはアメリカは神に約され、神が我々に与えたその約束の地で最終的なゴールだから、それ基準の先はないって考え方なんですよ。非常に宗教的な考え方なんです、アメリカ最高っていうのは。はい。で、まあ、アメリカ人って一緒の間に海外旅行に行く人が2割ぐらいしかいないんで、外国に興味が基本的にないんですね。ね、そうなんですってね。はい。で、マイケル・ムーアは、この世界侵略の進めって映画は、それをまあ医療保険以外にも広めて、いろんな分野に広げて、他の国では一体どういう生活が行われているのかってことをアメリカ人に教えるというドキュメンタリーなんです。はあ、なるほど。はい。
だからそれを日本人が見る意味っていうのもまた別にあるんで、それをまあ考えた方がいいと思うんですけど、はい、例えばフランスに行くと、フランスの給食っていうのは栄養士が普通の、なんていうか、もう本当に栄養のバランスを取れた料理を出していると、はい、当たり前のように聞こえますけど、はい、うん、僕は前、この、玉結びで話したんですけど、アメリカの場合には栄養士が、そのアメリカのジャンクフードをの大手に、まあ、お金をもらってるから、ジャンクフードを入れてるって話しましたよね。はいはい。はい。それで、ミシェル・オバマ大統領夫人が何とかそれを改善しようとしてるんだけれども、うん、ジャンクフード会社はその改善事業にお金をぶち込んじゃうから改善できないって話もしましたけども。はい、はい。ね、それとか、あと、フィンランドは、まあ、世界一勉強ができるらしいんですよ、子供たちの。ね。で、英語が話せるのが当たり前で、全員で英語喋ってるんですけども、うん、これ、日本以外のアジアもほとんどそうですけどね。あ、そうですよね。うん、確かに。皆さん、アジア行かれて分かったと思いますけど、はい、大学出てる人。それでは映画評論家、町山智博さん、今週もアメリカ・カリフォルニア州、バークレーからお電話です。もしもし、町山さん。もしもし。はい、町山です。聞こえますか？はい、聞こえます。あ、よかった。うん、さっき切れたんでびっくりしました。そうだったんですね。大丈夫です。全然問題ございません。はい。今日、町山さんが紹介してくださる映画はね、はい、もう私も見たいなと思ってた映画ですよ。はい、あ、そうですか。もうじき公開ですもんね。うん。え？もうじき日本でも来週ぐらいの公開なんですよ、確か。うん。今日のやつ。あ、そうなんですね。はい。はい、あ、5月27日です。そうです、楽しみです。はい。はい。すいません。間に合いました。はい。よかった。マイケル・ムーアの、うん、世界侵略のすすめというタイトルの映画です。はい。で、このマイケル・ムーアっていう人は、日本でも、まあ、世界一有名な、ドキュメンタリー映画作家ですね。はい。はい。で、この人は一番当たった映画は、歌詞911という2004年の映画で、はい。はい、その当時、2004年当時にですね、ブッシュ大統領がやってたですね、イラク戦争に真っ向から反対した、ドキュメンタリーだったんですけど、うん、これ、世界のドキュメンタリー映画史上最大のヒットになりましたね。ああ、しかも面白かったですね。はい、そうですね、うん、ただ当時は賛否両論だったんですよ、うん、日本でもアメリカでもね。あ、そうなんですか。つまり戦争をやってる最中だったのと、はい、イラク戦争は正しいって言ってる人たちが多かったんですよ。うんうん、そういう論調が日本でも結構あってですね、はっきりと産経新聞ですが、はい、でも実際はイラクはその911テロとかですね、うん、あと大量破壊兵器っていうその戦争の理由自体が後で否定されてですね、はい、嘘だったと、うん、でしかもその10年以上経った今でも泥沼が続いてるんで、完全に間違った戦争だったんですね、うん、で、まあ、マイケルムは正しかったわけですけども、これに関しては、はい、ただ正しくない方が良かったですけどね。そうですね。いや、本当に悪い結果になっちゃったわけですけども。うんうん、で、今回、マイケル・ムーアが、この映画のタイトルがですね、まあ、世界侵略のすすめっていうタイトルなんですが、うん、世界侵略関係ないですね、この映画ね、中身。関係ない。関係ないんですよ、これ。うん、マイケル・ムーアが世界中のいろんな国に行って、その国のですね、税金がどういうふうに使われているかっていうのを見て回るという映画なんですね。はい。だから、まず最初にイタリアに行くんですけれども、まあ、そこでは税金というわけでもないんですけど、まあ、労働状況を見るんですね。はい。イタリアはね、大体もう、まあ、1日8時間以上絶対労働しないんですよ。はいはい。それで、昼休みが2時間もあって、お家帰ってご飯食べて、うん、で国が定めた最低の有給休暇が35日間あって35日、そうで外国行ったりいろいろできてですね、うん、はい、であと子供ができたら2週間とか休めて、うん、男の人でもね、はい、有給で、で1年に8週間休みがあるとかね、そういった状況が、まあ、見せられるんですけども、うん、アメリカって国が定めて有給休暇がないんですよ。あ、そうなんだ。ないんですね。そう。日本もあるけども使われてないですね。はいはい。はい。で、そういうのを見せていくんですよ。うん。で、その、なぜこういう映画を作る、マイケル・ムーアが作らなきゃならなかったかっていうのはね、わからないと思うんですね、これ、ただ見た人は。うん。これね、日本だと、日本の人ってよく、全員英語喋れますね、日本以外の国はね。確かにそうだ。
はい。で、まあ、そういう問題なんですけども、アメリカでは、その現在ですね、国民の 29% の子供、29% が親よりも学歴が低くなってるんですよ。へぇ。親は大学に行けたのに子供は大学に行けないっていうのは 29%、国民の3分の1ぐらいになってるんですよ。へぇ。それとか、あと、マイケル・ムーアはポルトガルに行くんですね。はい。で、ポルトガルでは15年ぐらい前にですね、その、覚醒剤とか麻薬とかマリファナとか一切の薬物使用を個人的な所持とか使用では一切罪に問わないっていうことにしたんですよ。やり放題です。はい。ポルトガル。で、これでどうなったかというと、まずその、まあ、アメリカも日本もそうなんですけども、その犯罪のかなり多くの割合が覚醒剤か麻薬使用なんですよね。刑務所に入ってる人の女性とかは覚醒剤使用がすごく多いんですよ。その分の裁判費用とか警察の費用とか刑務所の費用は一切ゼロになりましたね、これでポルトガルは。ああ、そうか。はい。で、アメリカなんかも本当に麻薬の、その、まあ、犯罪がもうトップなんで、その警察、税金がその刑務所で彼らのために使われてる状態なんですよ、ほとんど。だからアメリカで大麻を解禁しようってのは、まずそれを、まあ、その部分の税金をカットするってことがあるんですね。で、もう一つは、ポルトガルではその覚醒剤とか麻薬の個人所有と所持を一切罪に問わなくなったおかげで、薬物の使用者が激減したんですよ。え？薬物中毒患者が激減したんです。うん、なんか、ね、自由だから逆なイメージありますけど。いや、別に誰にでも行ってもいいことだから、病院にみんな行くようになったからです。ああ、そっか。犯罪ってことだと、大っぴらにできないから治療しないんですよ、誰も。はあ。捕まっちゃうから。すごく逆転の発想ですけど、結果良かったんですね。そう。そう、だから捕まえないってことにしたから、みんな普通に治療するし、家族にも相談するし、うん、大っぴらだから、みんな治療するし、監視するし、だから麻薬患者、覚醒剤中毒はもう激減したんですよ。へぇ。はい。それとか、あと、ノルウェーでは、その、死刑が完全に廃止なんですね。はい。で、殺人を犯しても、その無期懲役もないんですよ。うん、その代わり、刑務所では、その罰を与えるんじゃなくて、シャバに出た後にどうやって働くかって、その後の生活とか、社会に復帰することだけ徹底的にやるんですよ。だから、出るとすぐに働いて社会に溶け込めるんで、再犯率がわずか2割なんですね。あ、でもそれはいいですね。いいことですね。はい。でも、アメリカの場合は再犯率はなんと8割なんです。ちょっと高いな。そう。刑務所に入れば入るほど犯罪者になるんですけど、これは、まず最大の理由が刑務所を民営化してるからです。ああ。経費削減でもって、その刑務所を民営化したために、刑務所はただ閉じ込めるだけの施設になっちゃってるんですよ。だから出た後何もできないし、生活力がなくなっちゃうんで、また犯罪を繰り返すんですよ。そこ犯罪するしかなくなっちゃうんだ、出たら。そう。例えば、まあ、麻薬にしてもそうだけども、その麻薬をやってる原因とかそういったものを究明していって、それを潰していくっていうことをするんですね、北欧では。でもアメリカの場合には、まあ日本もそうですが、刑務所に入れて、はい、それだけ。ですよ。その原因を追及して、一人一人に対してカウンセリングを行ったりしないわけですよ。